みんなごめん、叫んだらごめん、音量下げといた方がいいかもしれない。いる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 、やばい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 、いる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 、いやごめんね、ほんとごめんね。過去距離やっちゃう。あーかわいいねかっこいいの輝いて見えちゃったね。あおちゃんが輝いて見えちゃったんでしょう。すぐに黙ってごめんなさい。チュナも黙った方がいいな。姉ちゃん戦いたいだけ。意地悪すぐうるさい。弟は無視している。うーかわいいね。あーちゃんすぐすぐ、何そのモーション、すぐ画面の左側で何を応援してるんですか。まあ、でもこの目線の先は完全にあおちゃんを応援してると思うんだけど、あんた何なのよ。ごめんなさいね、ほんとごめんなさいね。北上に突然騒がしい姿がやってきてごめんなさいね。見ました、ファーストワイヤワイヤじゃん、姉ちゃんに勝ちました。かわいいね、かわいいね。この画面の左奥で頭抱えてる人みたいになってるよ今。あちら、あー自信ないね、自信ないね。すぐりです、看板と一緒に二人のツーショット写真。できるだけ他の学校の生徒とペンを組んで交流するようにね。もみれます。二人余るよ。ちら。よく見てるのこれ。ほら見て、ほらほら、つぐりの目線見て、ほら。すっごいあおちゃん見てるの。こんぐらい。ギターちょっと待って。うわあ。感無量じゃ。あちょっと斜めになっちゃった。倒れる。ちょっと待って。カメラ操作が下手くそすぎて倒れ込んでしまった。かわいすぎ。はあ、マジ自撮りならもうちょい近づける。近すぎてごめんなさい、本当に。ちょっしてくれるって。えっ、あー嬉しいね。ワイヤーじゃ、あセカンドワイヤーいただきました。いいよ。ちょ、ここ誰かレッドカーペット引いて。ちょっと俺ゲッパルでファーストゲッパルいただきました。かわいい、ニコってしてる、かわいい、たまんねーな。夢みたい、嬉しい、戦えんのマジかわいい。この表情たまんないよな。そんなとこさ当たるなんて、うん、もうあれ急所当てるとこんなセリフ出るんだ。ヒヒヒヒヒかわいい、にへへ弱点差いっぱい使う。にへへってマジさ、な、落としちゃったごめんね。一瞬すごいすごい辛そうな顔すんだよな、絶望顔な。やっぱワイヤじゃ強い、青い強いな、もん柔らかい表情してるよね、本当に。あんたさ、あれすぐとペア組んであげてよ。チュナからもお願い、ちょっと二人ペア組んでもらっていいですか。え、ダメ。何がダメよ、私ら組んでも意味ないし、青以外のよそ者とやんの。それは弟のことお願いね。
任せてください。首のほくろマジエッチじゃない？こんなさ、垂れ眉、方言、弱々しいキャラの首元にこんなエッチなほくろあっていいの？マジ、何君？何？看板さ、村の西のリンゴ園の先、トモコプラザから行くのがいいよ。頑張って標準語を喋ろうとしている風に見えるのがたまらんよな。俺迷惑さかけるし、離れてついていく。いやー、行かないって。あ、好き。あおちゃん、あおちゃん、ひっそり田んぼに入らない。やめてください。やめてください。看板さ、一つ目。おー、近い。それより、この伝説、鬼様がかっこいいべ。ああ、そうだね。かっこいいよな。にへー、かわいい。ダメ？青いは分かってくれるんだな。一人で複数の敵を相手したの、わや、かっこいいべな。この顔たまんなくない？マジ。俺、小さい頃何度も一人で夜、山と入ったけど、危ねえ子だな。すごい控えめでさ、あおちゃんにこう若干背中を向けてる感じね。綺麗に撮れてる。写真上手。褒めるね。スマホの機能を褒めずに、あおちゃんの腕を褒めるところね。こういうところだよ、本当に。林間学校とかこういうの本当はやりたくなかったけど、ちょっと楽しいね。よかったら、デートの誘いか？ピクニックして、サンドイッチとか、ちょっと待って。恋だよ。恋だね。恋です。葵は特別なんだ。そうだよ。気がついちゃったんだ、シャカ君。もうこんなんすーちゃんね。橋を渡って山登んだ。また離れてつい一緒に行こうよ。看板さ、二つ目。ちょっとわかりづらいよな。ごめん。後ろつけてっから。一緒に歩こうよ。お願いだから慣れてたけどさ、お願いだからって言い方までさ、ちょっとエッチじゃない？わーお、チュナが撮ってあげるよ、ちょっと。かわーい。でもさっきよりちょっと心開いてるんだよね、体の向き的にね。葵、よかったら鬼様の家行ってみない？恐れ穴って呼ばれてんだ。行こう。あー、青ちゃんいい笑顔。一緒に行こうよ。走り方かわいいんだよ。一緒に行こうよ。そうだ、あれから俺ちょっと強くなったし、よければ勝負さしたい。君の頼みは断れないよ。やった、ダバカイブ。優しい、マジ。あー、できる男、本当にできる男だよ君は。負けないよう蹴っ張る。うん。この目ね、この本気の目、たまらないですね。投げるときね、一瞬ちょっとガニ股になるの可愛いんだよ。今度はちゃんといい勝負にする。うん、可愛いね。なに、ヒュンって、なに、ちょっと、どこが。心だよな。ごめんな、心だよな。ちょっとくしゃみです。ちょっと待って。ちょっとごめん。ちょっとくしゃみしたいからさ、ちょっと二人、ちょっと待ってて、まだ入らないで、くしゃみしたいから。頭気ぃつけて。こんなところで一人で暮らしてたらかわいそう。そうだね。鬼様、俺んちだったらいつでも住まわせてあげんのに。優しいね。一緒に住もう。一緒に住もう。青ちゃん、トレ逆プロポーズ。一緒に住もう。葵も住むの？空き部屋あったかな。ちょ、目まん丸になるのこれ、本当にマジ超可愛くない、この表情。今日から北上センターで表祭りさ始まった。みんなお面かぶって参加する祭り。嫌ならいいけど、よかったら頑張れ、すがり頑張れ。行きたいよね。にへー、行こっか。ありがとうございます。デートだね。
表祭り行く前に準備やっから先オレンジ行こうんかけて自分家に誘う感じね。スマホロトムって地図も見れんだよな。近い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 目的地ってのに登録すんべ。アプリって地図さ見れんの、まあ、や便利じゃ。フィクスワイヤー、俺もいつかスマホロトムさ買ってもらうそうだね。チュナが買ってあげるよ。ちょっとチュナ買ってあげるから、ほんと近い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 。じゃあオレンジまで後ろついてっからお願いな。一緒に行けばいいじゃん。もう一緒に行きなよ。もう一緒に行きなって。もうほんと近い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 のよ。じいちゃんただいま。すぐりお帰りなさい。そちらの方は、この人は林間学校で一緒の葵、一緒の、おお、もしかしてすぐりのお友達かな。はい、そうなんだただいま友達こそばゆい変な感じにジンベだって。やった、本当に可愛いのに体中が痛くなってきた。天使、わーって、わーって、もげ、なんであんたがいいのよ。葵は俺と表祭りさ行くから。ふーん、へえ、たまんなくないこの感じ。あんたはお面なしでいいよね。チュナがアオちゃんのお面になってあげるから、ちょっとあの顔ハグからちょっと待っててもらっていいかな。アオイさ来るまで一生懸命3つ目探してたんだ。内緒だよ。はぁ、たまんねえな。それじゃ行こうか。二人で行くのか、二人で行こう。じゃあ隣歩け隣歩け、行け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 。きっとね、私騒がしくなるからみんなもキュンキュンしてほしいな。ここは記念に写真撮ってあげる。ロトリもおかしなさいよ。ちゅなも写っていい、ちゅなも写る。姉ちゃん足踏んでる。ちゅなのこと踏んでいいよ。私を踏み台にしてる写真撮らない、みんなで。ちょっとぐらい我慢しなさい。行くわよ。はい、ピッピー。写真見せて。あ、見て、リンゴ飴屋台最高。走ってっちゃった、走ってっちゃったね。かわいいね、かわいいね。とろけるよ、わかるわかるわかる。とろけるよな、わかるわかるわかるよ。どのぐらい近づけます？あ、てか反対側から、反対側から回ろう。反対側から。気まずい。気まずい。ああ、かわいい。表情変えてくれて、表情変えてくれて、ありがとう、ありがとう。ちょっとやばいやばいやばい、寝ちゃったのね。ちょっとやばいやばい。ああ、かわいい。ちょっとびっくりしたな。ちょっとびっくりしたわ。今あおちゃんすっごい顔怖くなかった？ほんまや、かわいい。かわいい。思い切って隣行くか。やばい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 。一回落ち着いて。こっち見た、こっち見た、おじさん邪魔。あああのリンゴ飴2つ、愛用2つね。来るぞ来るぞ。
くれた、おごってくれたよ、おごってくれたよ。いいの？いいの？ばあちゃんから小遣いさもらってっから気にしないで。もう見て、もうでもまあね、おばあちゃんからお小遣いをもらった段階でそのお金はね、すぐれっきゅんのものなんです。でそれをね、何？あおちゃんに使ってあげるのと、ばあちゃんからもらったからって気を使わせない感じね、本当にできる男だよ君は。リンゴ飴って普段食えないから好きだな。そうだよね、お祭りの時じゃないと食えないもんね。ばあちゃんが作るおやついつも餅ばっかりだし、餅もうまいよ、餅もうまい。北上にはリンゴ飴みたいなポケモン食えんだよ。そうなの？ねえ、見たい見たい見たい。あっちさん行ってみよう、行こう。あっち行ってどっち？こぼさないでね、もう気持ち全部こぼれたわ本当にさ。あっち行ってどっち？マジあっち行ってどっち？ね、ちょっとちょっと人気のないとこに呼ばれた、ね、ちょっと本当に。ピンポンパンポーン、北上祭りにお越しの皆様に迷子のお知らせです。いたいたおめ後ろ下げた、後ろ下げた。ピョン、あ、あーあーかわいい君は最強で無敵なアイドルの顔してる。ほら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 、葵、姉ちゃん教えてあげよう。こんなとこで何してんだ。鬼様いたよ。ちょ、わーわーな、なに姉ちゃんうるさい。なんでもない、なんでもないから。ふーん、どうせ俺の悪口さ言ってたんだべ。お祭りさ戻ってるよ、教えてあげようよ姉ちゃん。ふう、なんとかごまかせたか。あんたビビる、急にぶっ込むんだもん。すぐって鬼のこと本当にすっごくすっごく好きなの。だから私たちだけ鬼に会ったって知ったら、あの子嫌な気持ちになるかもって。姉ちゃん、お祭りさ十分楽しんだ後とさ、二人で一緒に回ってきなよ。なば帰ろっか、公民館まで送る。ほら今度はちゃんと送ってくれるのをね、見て。ほらちょっといい男、はあ、青いだ、おはよう。かわいい、見てこの無垢な笑顔看板最後の一個いく、ニヤニヤしてるんだろうね、これ。にやけてるの頑張って抑えてるんだろうね。でもね、左手は動いちゃってるの。ほら、青いは私に用があんの。おお、何それ、ずるい姉ちゃんばっかりバカ、なんだって踏んだ、かわいい。はあ、すぐに痛いよな、やだよやだよやだよ、ほらほらほら、こうなる。緊張する。すぐどんな顔してる？ああ、ちょっと待って。マジか、なんか本当ごめん、なんか。あ、ヤミちゃん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 。ああ、そりゃそう、そりゃそう、これはすぐりの心。ああ、見れない、そんなすぐり見れないってなってる。あ、そうそう、さっき姉ちゃんとどんな話してたの？あー、これ大事だよ、大事だよ、あおちゃん。なんか、ね、でも言うなって言われてるし、なんかいろいろ、胸が辛い。いろいろ、すぐりってかっこいいよねとか。あ、そうなんだ。看板、最後のちょっと遠くて、鬼ヶ山を越えた楽土の荒れ地にあんだ。山から北西に降りる。ダバ行こっか。ごめんね。空が泣いてる、すぐりも泣いてる。青ちゃん雨、雨、青ちゃん雨降ってるって。ああ、ごめんごめん。ああ、ごめんごめんごめん。ここにいるんでしょ。ここにいるんでしょ。すぐくん。すぐくん。こんな姿になっちゃってゲットだぜ。看板読む前にちょっと勝負させてくれる？マジか、ちょっと待って、大丈夫これ。
ちょっと一瞬待っててくんない？一瞬待って、ごめんね、回復するから。そんな顔しないで、ほんとごめん。あの強制だわ。ひえー、そんな今ゴツゴツしたところで大丈夫？転ばないでね、大丈夫？ちゃんと男の目になるんだよな、男の子からな。な、もうこっちも負けられねえんだ。かわいい、かわいい、チューした？かわいい、かわいいで、ね、ポケモントレーナーのサグリが勝負を仕掛けてきて、かわいいね。か、勝ちたい、だから、蹴っ張る。そこ大丈夫？あ、やべ、スリスリしただけでこれですよ、ほんと、ほんとごめん。あ、違う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 、何も間違えてないんだよ、君は。ごめんね。本当に相性がいいんだよな、素振りとはな。え、そういうことちょっとやめてよ、ちゅうな、ほんと。いきなりそういうこと言うのやめてって、タイプ的な話でしょ。ねえ、スリスリしとき。ねえ、I love you。 どうしてこうなんだ、どうして。やだ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 、つらいつらいつらい、やだー。なんかね、あおちゃんに見せたいから捕まえてきて、絶対にこう捕まえたとき嬉しかっただろうにさ、なんか今見せることになるなんて思ってなかっただろうね、すぐりも。まさかこんなことになるなんて思ってなかっただろうな。キスしてあげるね。ちょキモいっちゃな、ほんとにごめんね。カミチュ引っ張れ、雨は見えたっしょ、エッチだ。ごめんね、でも決めさせてください。最後はキスで終わらせてあげる。あー、この顔、俺が弱いから違う、ごめん。本当に私がレベル上げすぎて、ほんとごめん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 。負けちまった、ごめん。尻、俺が弱いから本当に違うの。ああ。看板、課題さ終わらせよ。鬼様だってきっと寂しかったはずだ。一人だけのけ者にされたから。ごめん。何が？写真さ撮ろっか。ごめん、今めっちゃ撮ってた、ごめん。あー、もうほんと、あー、こ、見てこの、あー、この悪いのは智子たちなのに、みんな鬼様をのけものにした。知ってたんだ。姉ちゃんたちも同じだよな。うん、目のハイライトがなくなった、目のハイライトがなくなった。う、俺をのけものにして内緒で鬼様と会ってた。違うんだよ、会っちゃったの、会っちゃったの、ごめん。でもそれは昔の村人たちと同じだよ。俺がお兄様のことどんだけ好きか知ってるくせに、表では知らんぷりして裏では俺のこと笑ってたんだ。違うって、嘘つき、嘘つき。あー、ごめんごめんごめん。すぐ、あんたどうしたの？今日なんか変だよ。葵、俺と勝負して、葵が勝ったらおめえは返す。だから勝負してよ。ハイライトどこ行っちゃったの？ジュノちゃん、ハイライト食べちゃった？ごめん、今ハイライト返すから、ほんとごめんね。ほくろが立体的。悪いとは思ってる、でも譲れないんだ。譲れない男、すぐに好き吸わせてください。うー、ちょっと待って、ちょっと強くなってる。ちょっと待って、今の聞いてるよな、葵に勝てる、勝つ、まだ挽回できる、けっぱれけっぱれ。えぐい、えぐい、好き。なんかあれだね、指示間違えないようにってすごくいいよね。力だけじゃなくて、こうちゃんとさ、相手のタイプのこととか考えてやってるってことでしょ。すっごい頭使ってるんだろうなって。そこがチュナとは違う。つぐりはすごいよ。つぐりと一緒に学んでくよ、チュナも。つぐり、ありがとう。
今までチュナのやり方って本当にあの力任せで物理でって感じだったんだけどさ、本当にすぐりのおかげで学んでるのよチュナ。ありがとう、君のおかげだよ。どうしても届かない、ごめんな、ごめんな。アオちゃんは主人公なんだ、ごめんな。すぐみのことも大切なものポケットに入れちゃおう、しまっちゃおうね。なんだ、来ちゃあ、生きてんの。こら、あんたら、あおちゃんのこのさ、戦闘態勢に対してのすぐり、かわいいね、君。葵、あと、目が、気になるね。ちゃんと言いな。おめえのこと俺、カッとなっちまって。本当にバカなことした。ちゃんと向き合うとこ偉い。だから、ごめん。偉いね。こちらこそ、こちらこそごめんね。あの、無垢なさ、ニヘラって笑顔が見たかったんだけど、辛そうだね。葵、ありがとう。ポニオ！あ、そうだよ！感動の。本当に鬼様じゃ嬉しいでしょう。だってね、もうずっとずっと憧れだったんだもんね。あ、いや、めんこいな、めんこいって言うんだ、ちょっと。マジキラーだよな。すぐあんたからお面会したいんでしょ。あはははいいねいいね。鬼様、これが顔会ったばかりだからすぐのこと怖いのかも。あ、かわいそう、かわいそう。かわいそうで怖くないよ。こんなに純粋無垢な子いないよ。大丈夫だよ。あ、俺じゃダメみたい。葵から返してあげて。つらい、つらいよ。つらいよ。もう、二人でさ、何？キュッてして、こう、片手にさ、お面を二人で持ってさ、入ってやればいいじゃん。ねえ、チュナが手伝ってあげるからさ、ちょっとやらしい雰囲気にしてくるわ。アオイには心許してるんだね。姉ちゃん、姉ちゃん、ちょっとそういうの、ちょっと今じゃない。あ、でもほら、チュナはそぐれに心許してるからね。えい、えい、おー、かわいい。このさ、アオちゃんはこう若干、やる気のあるエイエイオーだったんだけど、ちょっとワンテンポ遅れるすぎね。かわいいね。で、ポニー様もキョロキョロしちゃって。あ、ポニー様も気づいた？スグアオの良さ。あれ？この二人？すごく、お似合いなんじゃないの？って気づいたね。オーガポンちゃん、いい？私たち村行く。オーガポン、ここ、ステイ。伝わる？それ。オッケー？ポン。だよね。やっぱダメか。いい子にしててね。ポニョーン。やっかわいい。どうしたの？二人の子供が立ちましたか？初めて歩きましたか？これ近づくとイベント始まっちゃう。あ、口気づいた。村の人でも話しかけんのテレンベ。なんで普段、そっか、そんなにあれなのか、喋りかけないのか。行けよっちゅうな。鬼のお面取り戻しに行くよ。えいえい、おお、ほらワンテンポ。あ、やらない、やらないの。俺行かね。どうした、どうしたの、どうした。大丈夫だよ、大丈夫、大丈夫だよ。え、来なよ、退院でしょ。葵がいれば鬼様も安心だろうし、チュナマグロってやつがとにかくすげえうるせえから。やることあっから。すぐ、ごめん、すぐ
本当に予感だね。キュン。あほい、姉ちゃん、あおちゃんの方を先に呼ぶんだね。さすが。え、すぐ、どうしたの？な、お願いがあって、何？お兄様連れて村まで来てほしいんだ。大丈夫なの？俺を信じて、きっと大丈夫だから。すごい、ちゃんといい目をしてる。それだけ。一緒に来いよ。お兄様、怖いかもだけど、俺頑張ったから。何したの？その角度ちょっとエッチだね。だから、信じてついてきてくれる。こんなこと言われて落ちない人いないでしょ。はい。ちょっと笑ってた？ちょっと笑ってました？気のせい？あれが鬼、オーガポン。いや、オーガポン様、あれ？この子、スグリがね、村中走り回って本当の歴史を伝えて回ったんだ。反感を買ってしまうからやめなさいと止めたんだが、すぐり偉いで、すぐり偉いで。だってさっきまであんなにいくら村の人だからって話しかけんのはずいって言ってたのに、反感買うかもしれないのにさ、すごい勇気だね。君も世界一いい子だよ。自由に村さん遊びに来ていいからね。いい男、たまんないな本当に。ポニョー。表情どういうこと？どういう意味があ るんですか？まだありますか？これちょっとね。ポニー、やめてそういうの。ねえ、ひょっとしてオーガポンってさ、葵と一緒に行きたいんじゃない？ポニポニよ。見てられない。かっこいい。これすぐりの子、男になる瞬間すごいたまらなく好きなんですよね。ね、待てよ。あー、それはやめよう。ね、それなら俺も、俺だってお兄様とオーガポンと一緒がいい。そこ、あのオーガポンじゃないよ、きっと葵だよ。葵だよ。ね、すぐりちょっとね、初めての気持ちで分かんなくなっちゃってるかもしんないけど、そこね、葵が正解よ。わがままさ言ってるのは自分でも分かってる。だから葵、どっちがオーガポンさ捕まえるか、勝負で決めさせてほしい。ない、すぐり強いからちょっと待って。あのさ、すぐ、オーガポンのこと大好きなあんたの気持ち、すっごく分かるけど、オーガポンの気持ちも考えないよ。ポニ？こいつ何も考えてねえな、かわいいぞ。それでも、勝負の準備さ、できたらいいね。マジか。その目？だば、始めよう。その目。出た、このモーション大好き。全然払えてない前髪のモーション、ほんと好き。本気でかかってきて、すぐもう本気で前髪ちゃんと分けなよ。曲が変わりましたね、皆さん。葵の方がふさわしいって分かってるけど、俺だって、ああ、全然払えてないよ。本気で来てくれて嬉しい。俺も本気さぶつける。まだ負けてない、もう負けたくない。そうだよな、そうだよな。出たー。ごめん猫すぐりだ。ごめん猫すぐり、かわいい。この丸々やつ、よくあのコラ画像にされるの、これですね。かわいい。でもこのシーンでほんと辛いシーンなのにな。分かってたんだ。でも、諦めたくなかった。そうだよね。諦
諦めないって気持ちをちゃんと表現できてるのは本当に、あー痛いよ痛い、うん、ちょっとよろけた、ごめんな、救いよ救いよくださーい、おー、おめでとう、君のこと含めて大事にする、うん、俺葵みたいになりたかった、過去形過去形過去形顔、うわーすげーというわけで一旦林間学校は一区切り、管理人さんにお礼を言いましょうか、ごちそうさまでした。いや本当にね、美味しかったねー、美味しかった。美味しかったよ。うん。終わらせて、終わらせてよ、すぐり。すぐり。ならないと。もっと強くならないと。強く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 。Huh?